なんか今恋したぞ。え？え、ここ？え？先輩ですか？大丈夫ですか？何やってるんですか、先輩？先輩、ちょ、あ、今出します。はい。先輩、大丈夫ですか？大丈夫ですか、先輩？大丈夫ですか、大丈夫ですか、先輩？助けんの遅えよ。すいません。何やってんだよ。すいません。声聞こえたろ。はい。ちょっと最初わかんなくて、誰か。うん、くせえな、これ。偽物だな。高いの買ったのによ。はい。最悪だ。てか、どういう状況ですか？何してたんですか？いや、今よ。はい。持っての坊主だの、覆面の坊主なの、すげえんだよ、今。はい。だから、ここ、もう地下道で。はい。やってんだよ、移動はもう。あ、ここ移動してきたんですか？そうだよ、お前、くせえ。もう、こうやって移動できんだろ、ここ。こっちもそうだろ。はい。繋がってんだよ、全部地下っていうのは。ああ、そうなんですね。お前、ちょ、怖い。はい。やべえから。どうしたんですか？だいぶやべえよ。ああ、今もう、悪いことしてる坊主取り締まろうっていう、もう、宗派の意志が固くなってきてんだよ。はい。わかる？な？はい。もうよ、京都と奈良のお坊さんに目つけられちまってんだよ。はい。インペルダウンってわかるか？お前、ワンピースの。はい。あれだよ。もうよ。俺今取られたもうレベル3で。もう終わりで。写経だよ、ずっと。はい。血が出るまで写経だよ。はい。レベル6で捕らえられた先輩どうなったかわかるか？連絡取れねえよ。え？何してんすか、その人。わかんねえ。両手で写経だろ。血が吐くまでだよ、これ。怖えぞ。いや、そんなリスクあるなら、東京来なきゃいけないじゃないですか。いや、一か八かだよ、もうよ。インドのよ、お坊さんとちょっと手組ましてもらおうかなと思ってよ。はい。ちょっと来たんだけど、お前、近くにスパイスカレー屋さん知らねえか？いやー、ちょっとわかんないです。知らねえか。はい。あー、まあいいわ。じゃあ、ちょっと、インドの人脈作りたいからよ。はい。うん、いたら教えてくれ。はい。な。はい。うん、飯食ったか？あ、食べちゃいましたね。はい。そっか、ちょっと、カレーの口になったから、ここ一だけは行くわ。あ、はい。あ、よし。気をつけろ、お前も。はい。え、また下移動していくんですか？あ、下で行くよ。あ、もう、上の道はもう、俺にとっちゃもう高速だよ。下道で行くよ。はい。いけるか？いけるようになったら教えてくれ。今一応、誰もいなさそうっすけど。あ、サンキューな。またな。はい。チャンネル登録おっしゃーす。